極真会館本部道場、打ち出した人ともに汗を流す大山館長の姿がある。大山空手が産声を上げて30年、今や世界123カ国1000万以上の空手家を育てた。孤独ほど怖いものないね。よくね、先生は怖いものを知らせて何が怖いですかというふうにインタビューされるけれども、孤独は怖いしね、上が怖いよ、腹が減ること。今の人にそういうこと言っても通じないでしょうね。そうですね、腹が減るっていうことが一番怖い。私はね、本当はこういう会館の館長だとか経営者になる気持ちはないんですよ。私は勝負しに生きようかなと思ったんです。本当の宮本武蔵、手紙も取らない、そして自分より強い人が出てきたなと思ったらどこかへね、もう消えていくと、それでその自分の生涯、自分人ができなかったことをやってね、記録を残していこうと、ただそれだけ、すなわち昭和におけるところの武蔵になろうというのが私の気持ち。国威というのは人間の幸せと同じもので、親がくれるものでもなければ、死が与えるものでもないんです。国威というのはそれと同じく、親がうんと金持ちだから子供が金持ちになるだろうと、そんなことないんです。それと同じくね、金があったなびに不幸せになる子供もいるから、それと同じく国威というのはね、自分がつかむものである、人が与えるものではない、自分がね掴むものであって、だから私は OJ の門弟にね、国威は自分が掴むものだと、大山マスタスには大山マスタスの国威がある、君たちは君たちの国威を君たちがね探し出せと、編み出せと。それはこの男ゆえである、大山増達。史上最強を目指して山にこもり、修行の果てに世界のあらゆる格闘家たちに真剣勝負を挑み打ち勝ってきた。徒手空拳一筋に生きて世界の頂点に立った男、大山の築いた極真空手は全世界に広まり、いつしか空手の父、格闘技界の神と崇められるようになった。今その大山増達はいない。生涯を空手に生き、空手に捧げた男、大山死すとも極真は死なず、大山の残した極真の精神はこれからも受け継がれるだろう。しかし波乱の格闘技界、混迷する空手界、21世紀の希望の鍵はこの男にあるのかもしれない。世界120カ国1200万人の頂点を極めた男、大山増達。極真とは大山の魂そのものだった。私たちは本当に二度と大山に会うことはできないのだろうか。終わった、終わったらちょっとこっち来て。やるときにそういうのやったらいいんだろう。
家に買ってからやる。踏んでしまうとさ、踏んでしまうとどうすることもできないでしょ。伸びないでこう、これピンと伸ばさないでこういうの。でなってのはこれ注意してください。後屈立ちだけはこうやってもね、前屈はねピンとなるようにしてください。はい。次。はい。ただはさ。自分が出発点に戻らないと前に来たり左右に行ったり後ろへ行ったりするとどこかで自分が尺との測り方が間違っていると思ってください。そうです。元の通りに、なってるんです。肩はどの肩も出発点に必ず戻るようになってるから。そうです。あの仕事はお尻が出すぎるわ。そして姿勢マスクして前足でいつも蹴られるようにね、前側の力を3、後ろに7。橋は支部長はこういうのに回った時にね、この回り方、まあ足が悪いからさ、あんまりにもこの横が広い。そう、それに肩の幅だから、それ間違わないやね。おう、この時もっと自分の帯の下へ持ってこなくちゃできないです。よし。大浜支部長は背中がこうなってますよ。これじゃまずい。背中をまっすぐしてこうピンとこう、はい。そしてこれ背中一直線になるように、そう、はい、はい、今度回転します。はい。でもこういう力なくちゃいけないんだがね、支部長はね、ここに力が入りすぎる。だからここに丸くて入ってないんだよ、ここと。ここと、ここ入らないといけない。はい、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 実践がなければ証明されない。証明されなければ信用されない。信用されなければ尊敬されない。尊敬される人間になれ。大山は断るごとに弟子たちにそう叫んだ。この言葉の原点は何だったのだろうか。プロレスとアメリカで